はい、今日は永福町の対象券をご紹介します。永福町の対象券はですね、平日が一番いいですけども、土日平日ともに、夕方の4時から5時ぐらいがですね一番空いてるんで、並ばないで入れるかなと思います。僕は、対象券は生卵付きでチャーシュー抜きが好きなんですよね。でチャーシュー抜きでチャーシュー抜くとですね、メンマを結構いっぱい入れてくれます。で生卵を入れた時にですね、この黄身と白身をこう分断、こう最初に分断してですね入れることで、この熱々のスープの中ですね、ちょっと固まってくれて、最後の方でですね黄身がこうとろっとしたような黄身ができますんで、それでスープと一緒に楽しめるということです。で麺はですね、かなりスープがですね油が多いので熱くなってますので、ちょっとこうやって冷ましてから食べればいいかなと思います。であんまり冷ましすぎて時間かけるとですね、麺がですね伸びちゃいますので、できるだけ早く食べると。で、食べ進めていくとですね、この油がやっぱりこう気になりますので、僕の場合はこの油をこう外しながら食べると、温度も下がりますし、余計なこう油のカロリーがないと。でそれで、飽きてきたらちょっと胡椒を入れてですね、ちょっと味替えをしたらいいかなと思います。で胡椒を入れてまた味替えが、また食べ進めたら、今度お酢ですね。お酢入れるとまたちょっと少しさっぱりしていきます。結構スープ量多いんで、何回かですねお酢を入れて楽しめるんじゃないかなと。そうすると、大体食べ進めてこの白身が固まってきたのが分かります。これをまたスープと一緒にこうつるっと飲むのがいいですね。麺を乗せてもちょっと楽しめると思います。最後に黄身にスープを混ぜて半分食べたりですね、で最後一緒にぐるっと飲んで、最後残ったスープはちょっと油を避けながらですね、ぐるぐる回しながら、食べたりします。値段は1130円ですね。卵付きは1180円です。対象券ですね、トイレありません。今最近貸してくれるみたいなんですけど、中で借りづらかったら、隣のですねミニストップがありますんで、ミニストップで買い物していただいて、で脇の、奥ですね、そこにミニストップのですね、トイレがあるんで、店員さんに言ってですね、借りたらいいんじゃないかなと思います。以上、対象券のレポートでした。